昨年に1月23日、京での薩長同盟の会談を斡旋した直後に、薩摩藩主として、寺田屋に宿泊していた、坂本龍馬を、伏見奉行の林、肥後守る忠方の取り方がほくない氏は、暗殺しようとした事件。寺田屋、事件、寺田屋遭難ともいう。龍馬や長州の三好晋三らは、深夜の2時に、幕府伏見奉行の取り方30人ほどに囲まれ、 いち早く気づいたお竜は、風呂から裸のまま、裏階段を二階へ駆け上がり投縮していた、龍馬らに危機を知らせた。取り方は、日ご守るよりの上位であるとして迫り、踏み込まれた、龍馬らは、薩摩藩士であるとの嘘を主張したが、簡単に見破られた。龍馬は、高杉晋作からもらった拳銃で、三吉は手槍りを用いて防戦して、 鳥方二名を射殺、数名を殺傷した。しかし拳銃を持つ手を鳥方が刀で払おうとして、龍馬は手の親指を負傷。相談ができなくなったというので、三吉が必死に槍で応戦する間に、お龍が裏木戸の漬け物層をどかし、辛くも裏木戸から家屋を脱出して、路地を走り、材木屋に隠れた。三吉は切腹しようとしたが龍馬に止められて、 伏見薩摩藩邸に救援を求めに行くように依頼された。薩摩藩邸にいた留守居役大山彦八は藩士三名を連れて川船を出して救出に向かい、龍馬は救死に一生を得ることができた。すぐに京都の西郷隆盛のもとに報告が行き、吉井康介が早生まで伏見に来て事情を調べ、西郷は軍医を派遣して治療に当たらせるとともに、 判定で警護させた。翌日、薩摩判定は龍馬に対する伏見奉行からの引き渡し要求を受けたが、拒否した。この事件に新選組が関わったとの説もあったが、伏見奉行が日後守るであったことから、同じ会員の京都市護職、松平日後守る片森と誤認されて、それにより、配下の新選組の関与が連想されたものであった。現在は間違いであるとされるが、 訂正されていない古い書籍や、それを元にしたものには、新選組が登場する。三好新造日記賞によると、両名は、伏見で、たびたび新選組の検問を無事通過しており、権威を受けていた様子はない。伏見奉行が動いた理由は、薩摩藩士を語る不定浪人が、寺田屋にいるということだったようである。龍馬は、その後、伏見の判定から慶の判定に移ったが、また、 伏見の判定に戻り、大阪から船で、鹿児島に脱出した。そのしばらくの間は、西郷隆盛の圧戦により、薩摩領内に当時などをしながら潜伏する。このお竜との旅行が、一般的には、日本初の新婚旅行とされているに、先に、秀行美温泉を訪れていた妻と義父を追う形で、訪問した例を最初とする見解もあり、小松が龍馬、 お竜夫妻が薩摩を訪れた際に、薩摩藩の船に同乗し、夫婦を現在の鹿児島市原寮にあった小松の別邸に宿泊させるなどしていることから、小松が自らの経験をもとに、龍馬に勧めたのではないかとする説もある。函館戦争後に投稿した元京都見回り組、今井信は、行部上口書きにおいて、自らの大宮事件への関与を認めて、 その襲撃動機を坂本龍馬が寺田屋遭難事件で取り方を殺害して逃走したことを挙げ、龍馬は殺人、逃亡犯であって、これに対する公務執行であったと主張した。この供述には異論もあったが、明治政府は大宮事件への関与も今井の罪の一つとして金庫刑の判決を出している。これが事実とすれば、つまり寺田屋遭難で、お龍は、 龍馬の命を救ったが、結局は、この騒動が彼の命を奪ったことになる。ありがとうございます。